伊佐富は、日本のフリーアナウンサー。神奈川県在住、富山県下新川郡朝日町出身。土井ではなく、井であるが、使用漢字の都合上印刷媒体では、土、または土に天、土に点、銅、に置き換えられることがある。新州大学人文学部卒業、東京都で、会社員を経験後、新潟放送に入社、アナウンサーとしての活動を始める。 2001年3月に同社を退社し、フリーアナウンサーに転校。RF ラジオ日本の朝ワイド番組、マイ、超マイモーニングメインパーソナリティを皮切りに同局を、中心に活動。結婚、出産で一時表舞台から去るものの、2008年10月から、RF ラジオ日本、ザホットライン第二部横浜ロアスのメインパーソナリティにて、本格復帰。後に、 土井里美の横浜ロアスに番組名変更。キャッチフレーズは、若葉マークのエコママ。最近では、スマイルをあなたにも多い。AB、プロフィール、フリーアナウンサー土井里美の自分の声が好きになる。話し方レッスン。2020年6月29日閲覧。土井里美先生の話し方講座、富山県立泊高等学校。 2020年6月29日閲覧。ありがとうございます。